こんにちは、りほこです。今日はバレンタインも近いので板チョコ作りをしていこうと思います。ちなみに私最近料理は好きで、仕事が休みの日とか早番の日は夜ご飯は自分で作ることが多いんですけど、お菓子作りは本当にしなくて、バレンタインの時期にアニメのキャラクターの板チョコを作って、まあ、自分で食べるぐらい、それくらいしか、年に1回ぐらいしかお菓子は作らないんですけど、板チョコって本当に簡単にできるので、今日は板チョコ作りをしていこうと思います。ちなみに板チョコ、今までマギのアリババくんとかポケモンとか、あとはエヴァンゲリオンのアスカとかアンスタのしのぶくんとかいろいろ作ってきたんですけど、今年作るのはじゃん、この金色ラブリッチェのレイナを作りたいなって思ってます。とりあえず材料とかも何も買ってないので、ちょっと雨降ってるんですけど、今日はもうチョコ作る気分なので買い出しに行ってこうと思います。じゃあ行ってきます。はい、っていう感じで買い物してきたんですけど、チョコが3枚とホワイトチョコと普通のチョコとピンクと赤のペン、チョコペンと青と黄色の色付けたいので着色剤買いました。これはアマゾンとかにも売ってます。ちなみに腹減っちゃって途中でホワイトチョコ食べちゃいました。チョコケラ、じゃん、こんな感じになりました。ちょっとここだけ髪の毛割れちゃったんですけど、まあでも、まあ、まあ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 いい感じでしょう。最後にちょっと仕上げしていきます。はい、こんな感じになりました。ネックレスしているのでここに置いたのと、あとピン留めでハートのやつ置きました。出来上がりました。結構簡単なので、これくらいのクオリティで良ければぜひやってみてください。